今日も JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は快速ムーンライトながら東京行きです。岐阜、名古屋、豊橋、浜松、静岡、沼津、横浜、品川、終点東京の順に停車いたします。途中岐阜には22時57分、名古屋には23時18分、豊橋には0時12分、浜松には0時45分、静岡には1時52分、沼津には3時9分、横浜には4時40分、品川には4時57分、終点の東京には5時5分に到着いたします。列車10両編成で前から10号車、9号車の順で一番後ろが1号車です。車内は全車指定席で禁煙となっております。お客様にお願いいたします。財布などの貴重品は必ず身につけていただき、盗難紛失にご注意ください。この列車担当いたします乗務員、運転士忠智、車掌藤田です。途中豊橋までご案内いたします。次は岐阜です。なおこの列車、乗車券定期券の他に座席指定券が必要です。ご注意ください。